国内女子ツアーで発祥し、2022年に米国女子ツアーへ本格参戦。そして今年7月に、アムンディ・エビアン選手権。で日本勢4人目となる海外メジャーを制した古江彩香、ダブルコート。新メジャー女王の強さの秘訣はどこにあるのか。ワウワウで米国女子ツアーのラウンド解説を務める石井忍氏に聞いた。 まず震えの強さはいつも通りさと話す。結果が良くても浮かない、悪くてもがっかりしない。自分の中の気持ちの変化もいい意味で感じない。さらに、肩に力が入って、気合が入って手が外れたみたいな。そういうのがなくて、もう本当にいつも通りですね、と感情を表に出さない上に、スイングの乱れもない。 どの試合でも淡々とプレーを続けられることが震えの強さと見ている。今季震えのスタッツを見てみると平均スコアは69.887と全体1位。フェアウェイキープ率は83.4%の3位。パーオン率は71.7%の9位とショットの安定感が光る。 それを支えるスイングの強さについても教えてくれた。震えのスイングでポイントに挙げたのは、再現性の高さ、だ。完全ワンプレーンではなくて、少しインサイドにループしていくのですが、それが大げさすぎない、と適度なインサイドループがどの試合でも持たれており、これこそが安定感の源のようだ。そのインサイドループについては、下半身、骨盤、 胸郭左腕っていう感じで、動きの順番が守られてる。下から動かすことで、クラブがいい意味でちょっと遅れてくる。その瞬間、少しだけループする感じ。外に上げて、激しくループするというより、まっすぐ上げて、下から、じわっと回転してくることで、受動的にインサイドから入ってきている。 ツアープロコーチならではの目線で分析してくれた。エビアン選手権を制したことについては、何か特別なことが起こったわけではなく、いつも通り積み重ねてきたものがメジャーで出た、と話す石井氏古江は現在まで60代で回ったラウンド数は28回と現在世界1位のネリー・コルダ、米国を超える1位。 さらにパー以下のラウンド数も44回と1位を記録しておりポテンシャルの高さは折り紙付き。まさに来るべくしてきたメジャー制覇であった。震えのプレースタイルは無理せずショートサイドをガツガツ狙うこともないですし、自分から勝負に行くタイプではないですが、一度噛み合ってくると続けて爆発もする、と話す石井氏 タイトル獲得を手繰り寄せた最終日の18番パー5のセカンド。ケポチャギリギリのショットで2オンに成功しイーグルダッシュして見せた一打は記憶に新しいが、テンション上がってましたね。さすがにしっかり振ったなって感じがありました。とこの時ばかりは石井氏の目にも、いつも通り、とは映らなかったようだ。そして震えは今週から行われる。 イスプスハンダスコティッシュ女子オープンに出場する22年に海外ツアーで初優勝した思い入れのある大会でメジャー制覇以来の試合となる1クタイトルを手にしてもいつも通りなのかそれとも変化が見られるのかますます震えのプレーから目が離せない